そのまま。
またしたね。すまない。ああ、眠いな。実習室の片付け、今までかかりましたよ。ほら、いつもの通りですよ。誰もってもしょうがないですからね。取るなの。明日のことですよ。何？聞いてねえよ。君確かジェット機の整備士を志望してたね。そう、行きたい会社は大東航空でしょ。明日人事の人が会ってくれるそうだ。え、本当？まあせいぜい清く正しい高校生のふりでもしてきなさい。我が校の精神、努力、友愛、勝利ね。分かってる分かってる。じゃあね。すいません、ちょっとお尋ねしたいんですが。はい。この近くでですね。この場所を教えてください。
橋です。ほらここなんだよ。お前か、なあ、お前だろ、なあ、お前か、おい、お前か、おい、うわ、おい、早く逃走しろ、早く、大丈夫です。こんにちは。いや、じゃんじゃん食ってな。よし、さーて命の恩人のお二人に乾杯しようか。あ、はい、乾杯。乾杯。乾杯。あ、言っとくけど今日家族の連中誰もいないから。あ、それじゃあ。はい。ところであの後なんだけど。まあ僕の方は一日講習を潰されただけですから。あ、それで君は確か航空会社の面接だったよな。うん、もう筆記終わって面接はちょっと伸ばしてもらった。ほんといらねえ邪魔が入ったな、あの異常者め。右下肢大腿部刺創5箇所、脊椎亀裂骨折刺創8箇所、首胸腹部含め全部で約20箇所の刺し傷あり。死因出血多量。よし、もう今日はこの話題はタブーにしよう。君もそんな気持ち悪い用語なんか早く忘れたら。覚えることいっぱいあるんだろ。あ、もういいです。そうだ、いいこと思いついた。来週の火曜日、何やるんですか。パーティーさ、二人の豪華祈願パーティー。それだけじゃつまらないから条件一つ出す。え、どんなこと。自分の自慢の彼女を連れてくる。ランコ&トラックパーティーなんてどう。あ、いいね。その日も家には誰もいないんだ。まだ1週間あるからグレードの高い女を連れてくる。よし、乗った。
一番いいのか。よく言うよ。鈴木、ねえ、決めた？受験生。ええ、まあ、あれからいろいろ考えたんですけど。やったね。じゃあ来るんだ。あ、やっぱり僕もしもあるし。わかった。もしかして連れてくる女がいないなんてことないよな。まさか。当たり前ですよ。僕はオナニー一本やりの受験オタクとは違いますからね。そうそう、じゃあ来るね。あ、だから行きたいけど次の日にもしがあって。あ、キャッチオン入ったから5秒以内に返事がなければ OK。5、4、3、2、1。はい、もしもし。おう、ユリ。うん、そう、来週の火曜なんだけどさ、大丈夫だろ？え？その日だけバイトで都合が悪い。あ、いいじゃねえか、サボれば。え？うん、そうか、どうしてもダメか。うん、じゃあまた別の時誘うわ。うん、次は頼むよ。じゃあね。その日だけバイトか。古典的な断り方しやがって。あのブス。くそ。次。コースも頼むぜ。科学だった？物理だよ、バカ。頼むぜ、おい。ごめん。じゃあな、もう行けよ。
早く行けって。最初で最後にしてください。もちろんです。僕が長かったら一度でさえ勝たなかった。感謝しますよ。見なさいよ。次のクラスに。安心しなよ。僕が騙すのは女だけだから。え？今日眠いのも昨日の女が変態でね。可愛い顔してすごい淫乱なんだ。紐で縛れとかピアスをさせとか、もうめちゃくちゃ。あのもしかしてさっき教室にいた子ですか？あんな臭いやつと誰が。あいつはとっくの昔に捨てたよ。そうですか。まあせいぜいやってください。それじゃあ。ねえ、お礼になんかしたいな。うちは整備士の教育コースも充実してましてね。ええ、4年以内で一等整備士の国家試験に受かった人が8割もいるんですよ。そうですか。本当よろしくお願いします。まあ頑張ってください。はい、本当よろしくお願いします。やってくれよ。すんげえ疲れたぜ、ブリッコすんのも。どうです、うまくいきそうですか？あ、もう楽勝楽勝。5年後には一等整備士になってるよ。合格率 15% の難関ですよ。マイナーなことばっか言わないでよ。これでも我が校の模範生なんだから。ほら交代。わかりましたよ。センスいいじゃない。気持ちいい。ありがとう。ありがとう。
これも持ってって。あれさっきの彼でしょ。いいんですか。もう延期は理由があってしょうがないけどさ、引きが悪すぎるよ。一応学校の推薦はあったんですけどね。景品工業だろ。論外だよ。そうっすか、わかりました。どうしたの？故障？チェーンが切れたのね。ちょっと待って。楽勝楽勝、任せよ。ちょっと待ってね、ちょっと。家の留守番なんてな、来いよルミな。おいおい、あの子ですね。そう、あの子をそのパーティーに誘いたいと。そう、名前もクラスも分かんないんですね。そう、分かりました。何とかしましょう。明日返事を言いますよ。それじゃ。元気に空を飛べるように働くつもりだ。わあ、息ができない。
別に、ただぼーっとしてた。行こう。健介、君は？私、轟よし子。よろしくな。あ、ねえ、女いるの？まあ。嘘だろ？ここまだ使ってないんだろ？まさか。あ、危ない危ない、気をつけろよ。高いんだろ？会社なんて無理やなって。私も高くつく。何を期待しているんでしょうか。それはもちろん。おい、あんまり調子に乗るなよ、この店に。素直に答えなさい。来週の火曜なんだけどさ。来てくれるかな。本当なの？本当ですよ。
彼女私立文系の A クラスで藤井恵里って言うんですが、あさって会ってくれるって言ったんだ。はい、場所は正面玄関午後1時。ありがとう、これ僕のおごり。じゃんじゃん食べて、もっと栄養つけなきゃね。綺麗じゃないでしょ。海っていうか眺めがさ、海はね綺麗じゃなくても、あ眺めもすごい綺麗だよね。そういう意味で落ち着くよね、見てると。東京か、東京なんか東京ってすごく人が多いけど、こういう海を眺めると心が落ち着くっていうか、それはあるかもしれないね。心配しない、家の人とか。どうせうちの家族帰りが遅いから。いつも私一人なの。そうなんだ。何不思議に思わない？普通そういう子の家ってみんなのたまり場になるじゃない。でも私は別、友達一人もいないから。相手に合わせて自分を壊すの。
ねえ、そのパーティー何時から？夜7時。あ、まあそんなに遅くなんねえから。別に帰らなくてもいいよ。よしこさん、俺です。早く迎えに来いよ。浮気しちゃうぞ。場所はね、ですか。じゃあ東大本命早慶滑り止めの超エリートね。あのよろしくね。なんか大丈夫ですか？僕実はあなたとタマリトのこと知ってるんです。え？でも気にしません。嘘でもいいんです。今夜僕の2時間だけの彼女になる。パーティー早く始めたいな。本当はパーティーなんかやってこっちの方始めたいんだ。人間なんて所詮動物なのよ。カッコつけるな。
なんだか変わった趣味だね。私こういうの好き。身の程知らず、こんな最低なやつめったにいないんだけどね。いるのよ、たまに。でもこれで少しお利口になったでしょ。ないのよ。分かった。頭にくるとか悲しいとかそんなこと知らないもん。その気持ちわかるよ。でも今は違う。まだあと1時間しかないよ。ああ。Ha ha ha!
されたらヤバいじゃない。ロープじゃダメ。バカ、痛いねえよ。わかりましたよ。親父の銃、ヒグマも一発で殺せるっつってたな。バーン、バーン。俺時々こいつを本気で撃ちたくなる。今夜はそんな気分。バーン。そんな危ないこと。弾もあるぜ。持ってみな。これ。バカ、やらせ、離せ、貸せよ、離せ、貸せ、離せ、離せ、危ねえよお前。ほら、貸せ、離せ、貸せよ。離せ、離せ、貸せ。空想でよかったな。あいつの頭肉片になるとこだったよ。この実弾だったらな。どうしてもそいつらをやりたいの？ああ、一人でもやるつもり？ああ。
確かにこいつを使ったら盛り上がるだろうけどでもこいつを使ったらヤバいぜ。だってはい、もう時間がない。おい、まだ断ったわけじゃないぜ。パーティーはこれからだ。する気ですか？わかんねえな。俺は全て壊された。めちゃくちゃやるぞ。じゃあな、とっととママんとこ帰れ。Thank you.
分かったね。来週の火曜までよ、4万円。今度は歩けないくらい仲良くしてあげるから。はい、分かりました。許してください。じゃあ、お帰りください。大丈夫か、あいつ。しくるぜ。心配すんな。また別のやつにたくらせるさ。なあ、今月徴収するやつ、あと誰だ。おい、俺だよ。覚えてるか。さあ、知りませんね。何かご用ですか。てめえを殺しに来た。ダセえ格好して何言ってんの。3秒で帰れ。殺すぞ。気が短いんだぞ。この距離だと一発で全員死ぬな。あ？おい、持ってろ。おい。教えてやる。
にしようかな。まず股の間をえぐってやったらどうだ。先月のアキラみたいに。バーカ、あいつは鼻だよ。そうだったな。おい早くしろ。
全部。お前に全部罪なすりつけてやる。
ようなら。Ha ha ha!